今日 MJ 開いていたら右下ですね、サイバーエージェントカップ予選1月1日から7日ぐらいまでと、で今日がもう6月の6なので、ああもっと早く気づいていればと、多分6月1日に開いた人は気づいていたと思います。最近ランク上がってチップ増えたりしたんで、まあ今までチップは持ってたけど使わなかったと、ここ使うとこだなと思ったので、トンプを打ちます。あ、大会詳細6月1から7、明日まで。あ、2時半までか、今夜なので、ちょっと大会詳細はこれクリックしても皆さん見れないですよね。まああんまりこういう大会、はい、大会に参加したことが、遊びで1回2回入りましたぐらいしかないんで、ただここチップを全部使うべき場だなと判断したんで、290ゴールなので4回は打てるか。なので4回しか打てないと、逆に他の人は何回も打てると思うのに、私は4回しかチャンスがないんで、ここはちょっと読みとかじゃなくて普通に私が勝つために打ちます。ちょっと見てる人はドラ3ピンなんで、リーピンドラドラ8000ですね。多分9層がジャン島でウーパースを外していくと、マンズにくっついて、マンズ1、差し子あたりですね。マンズの差し子、ソーズの差し子、ピンズの差し子と6球ピンと、メンピン3式ドラドラと、やりにドラ切りをやりに来て、まあ安牌全くないのと、回すか。回し打ちは得意というか嫌いじゃないので、一応リーチドラドラのイーシャンテンテンパったら追っかけます。リーターンズもドラドラドラの6000オール、勝負あったかな。あれ、リーターンズも、あ、そうだ、何を勘違いしてたのか分かんない、ドラギリリーチと 手牌の2枚を合わせちゃって、今6000オールなんて言いましたけど、ちょっと恥ずかしいな。ちょっとトンプー戦で6000オールはきついですね。ただここはいつもの場所じゃないんで、たとえビリでも拠点のプラスも考えて、4茶から4茶の上がりもすると思います。若干雀荘で金かけて売ってる感じですね。4茶から4茶になる上がりでも拠点がプラス10、マンガンでプラス8変わるのではちょっと違うんで、いつもは遊びで気分転換で売ってみるですけど、今回は糸があって打ってるんで、
パーソーがジャン島ですね、多分。多分3号切ると思います。みんなピンフ系、上の人のサブローピン注意。チーしたか。ちょっと強引にも泣いて、いわゆる先天の泣きでお山に突っ込んでいくパターンですけど、今チーを押したんですけどポンされましたね。これは3ワン数ワンポンされてるんで、ウーワンは両面というよりポン材として使うと。でドラローソーなんで別にトイトイつかなくても、チュンポンしたらパーソー切りかな。どうしよう、8000あるからこっち選ぼう。あのトーン一局に6000、4000オールなければパーソー切りでもいいんですけど、ちょっと逆転一茶しか見てないんで、なんとか左から直利たいっていうので満貫にしました。ウーアンなんか使えないと思うんですよね。3ワン数ワンポンされてるし、親は典型的タンヤオでしょう。ウーソーも4枚切れなんでドラのローソー使えなさそうだけど、私しか切ってないってことはトイツで持ってるなと。678っていうより66で使ってやがるなと。あ、これは一応親かぶりできるんでナイスだな。12000差が縮まるんで、直撃はならなかったけどツモだったら親かぶりなんで十分で、ここで反対に4000オール6000オールを上がって、うわ、国士池みたいな9手9敗ですらないと。せめて9手9敗悪すぎるぐらいだったらまだいいんですけど、中途半端すぎて、まあ、偶然白髪重なって1500で連チャンできれば100点満点の手牌。これ多分面前で言っても絶対上がれないと思うんで、少なくとも天牌一番乗り不可能なんで、単野を狙うか自敗のポンで1500を目指すかなと。単野ドラ3チートイ、チートイはまだ3トイ2なんで、これで単野が見えてきた。ちょっと強引に行こうかなと。泣き使わないとダメだな、ここは。ローワンからポンなんてできるとみんなビビって攻めてこないんで、実は手牌クソみたいな。でドラそばの赤グー切ってきたってことは天牌かなって思えちゃいますね。赤ウーとなんか双頭の真ん中あたり持ってきて、双頭の真ん中にくっついちゃったみたいな。本当は赤ウーにくっついてほしかったみたいな。ちょっとドラはここ2枚使うんで、上がるんであれば4番が枯れた。後付けのカンドラはあんまり怖くないですね。
ハイパイがあれだったんで、ここまで一応リャンシャン店までは来れたと。それが精一杯かな。これは C、タイヤを不確定の部分から泣けてよかった。あとはリャンピンポンしてコッパぐらいがいいとこかな。ちょっとユースを切りたくないっていう意味でリャンピンとチェンジ。ちょっと今回はあの本当に勝ち見てるんで、こういうゲームならではの機能も一応、あんなクソ手がお山まで育ったんで、リャンワン枯れなんで、ウーワンが残り3枚。いやー、嘘を聞いたくないっていう意味でちょっと。通話は枯れ？あ、残り1枚か。ハーワンは、いや、わかんねえな。なんか、数話の方がまだ安全そう。上、さっきパワーワン切ってきたんで、考えすぎか。ウーピンか。上、パワーワン切ってきたんで、安牌のパワーワンをこう切ってくるかなと。降りてる人は特に。ただ角がなかった。今の上がれ、まああのクソ手を山まで仕上げてちょっとは夢を見れたのはいいんですが、まあやっぱ上がりたかったなってなっちゃいますね。ここは先天に親輪に突っ込んでいきます。多少こう愚直な打ち方というか、今の親で上がれなかった、連チャンできなかった、あのハイパイもらっちゃったの時点で、左は単野王だね。いや、ここは泣かないわ。本一狙い人が何頭なんて聞いてこないんで。で、パワーワンポンした時点で、タイヤをか、まあ、かろうじてトイトイとか。親が、こんな捨て牌。国士か、ソーズ。いや、そこいらねえって。ドラペーです。余計なことするね、上。まあただ上は4茶なんで、もうどんどん場を荒らして点数高くするぐらいがちょうどいいんで、上は。いやいや、ちょっと怖いな。あれ、やす、あ、ドラドラか。チュンドラドラで32歩入ってる。ん、あ、本一見落としです。4歩、32歩、4歩。まあ2茶から上がってくれたけど、結局上の人がトンラス、オーラスの2茶になっちゃっただけなんで、デバサイではあるけど、結局2茶の人はあんまり点数変わってないんで。ここは闇のピンフのみ先天でさらっと行きたいけど、この手牌は闇ピンフ遠いな。
将来的な単葉も見て、泣きを使うっていう意味ではやっぱり単葉が有効なので、将来的な単葉も見てペイ落としていって、マンズちょっと残してみます。ロン食らってもいいんで、転敗チャンスを、いやそこはいらない、ウーピンだったらいいんですけど、ここはドラとかいらないんで、点数の高さは必要じゃないんで、チーソー切ってちょっとローワンスーワンあたり引いてくれると手が確定になるんですが、ウーピンだけチーします。おう、こうなったらもうサブローソーチーですね。イーシャンテンなんで、タイヤをドラ1ウーピン待ち、26のテンパイ、お出るか、当てない、よし、これはいい。ハンズもドラドラ2戦予選、ちょっと今回は勝ちたい1局、まあいつも言っちゃ狙ってますけど、いつも以上に勝負時だなという、まあ、MJ の中でですけどね。あと4回しか打てないんで、4回トップ取らないと多分上の方に行けないと。チップ持ってる人は10回も20回も打ってくるわけで、あれ8回打たないといけないのか、あらら、ああ1茶取ればチップ減らないんで、1茶を8回取ればまあ不可能だとは思いますが、とりあえず1茶取れてよかったと。まずここは結果です、結果ですね。読み動向っていうよりは結果1茶であれば多少の打ち方のミスとかは、まあ、OK という大会、そういう場だと思ったんで、1茶取れたのがまず良かった。内容は2の次と、まあ、1茶取れたのでまた打ってみたいと思います。どうもありがとうございました。